レブン駅は、北海道阿部郡群浦町わざれ文化にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は、H44。電報略号は、レン。駅から、おしゃま方面は、函館支社の管轄になる。また、2016年のルモイ本線のレ時駅の廃止以降、JR では、唯一、レから始まる駅となった。 1976年のレブン駅と周囲約1キロメートル範囲。右下が東室蘭方面。単式と島式の複合ホーム2面3線。駅裏に2本の砂利線。駅舎横を舎万上側の貨物ホームへ引き込み線を有している。ここも隣の大岸駅同様に開設当初から長らく相対式ホーム2面2線で運用され。 また駅裏の砂利線も東室蘭方からの日本の引っ込み線として当初より設置されていた。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名の霊文化を略したものである。霊文化はアイヌ語に由来し、上原熊次郎によるレプン家に由来するとする回が有力である。これは沖の削るものすなわち、 番外を意味し、現在の大西地区のすぐ西の岬の中から出たとされている。このほか、長田法政がレプンケとする説、1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源がレプンケプとする説を紹介しているが、北海道が1999年に編纂したアイヌご知名リストにおいて、この2説は疑わしいとされている。 単式、島式複合型の二面三線を有する地上駅。互いのホームは、岩見沢方の構内踏み切りで連絡している。1993年時点では、上りホームにおしゃまんべ方から分岐した側線を一本、下りホームの外側に、バラスト積み出し用の側線を日本有していた。おしゃまんべき管理の無人駅。駅舎は、線路の西側に位置し、開業当初の駅舎は改築され、 サイリングが張られ、出窓を有する一軒住宅風の駅舎となった。駅舎内にトイレを有する。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。